それでは今回は苫米地秀人の金持ち脳について解説していきます。金持ちの基本は教育、金持ちになるために一番大事なこと、預金目標は収入の10倍、お金持ちになる王道は転職を持つこと、お金は使い方が上手な人に集まってくる、それぞれ解説していきます。お金持ちになりたいって方多いです。では考えてみてください。いくら以上がお金持ちですか？お金持ちになりたいってことはよりたくさんのものが欲しいってことです。でも国ではいくら以上がお金持ちなのか定められていないです。自分が欲しいものをいつでも買える人がお金持ちなのか、いくら以上の年収がお金持ちなのか、いくらの貯金がお金持ちなのか、明確に定められていないです。金持ちという言葉は日本特有の言葉です。例えばユダヤ人は日本人が最もこだわるお金にそれほど価値を置いていないです。ユダヤ人が何を最も重視するのか、それは知識、教育です。彼らがリッチの条件として挙げている1位が教育です。あなたはしっかりと教育を受けてますか？お金の教育、勉強するってことが一番金持ちに近いってことです。教育の素晴らしさっていうのは盗まれる心配がないことです。全財産を奪われても教育だけは盗むことができないです。テレビを今すぐやめて本を見ることによってお金持ちの教養を身につけることができます。ユダヤ人は教育に最もお金をつぎ込みます。ノーベル賞の受賞者はユダヤ人が特に多いです。アメリカの医者や弁護士もユダヤ人が多いです。覚えておいてください。教育っていうのは必ずお金になるってことです。本を読む、 YouTube を聞く、学びに投資をすることです。お金持ちに手っ取り早くなりたかったらまずしっかりと教育を受けることです。金持ち脳の基本っていうのは教育にあります。教育は財産です。日本政府もこれを真似て大学院まで無料にすることを苫米さんは提案しています。道路とか新幹線を作ることよりも教育費を無料にする方がずっと価値があることを知っておいてください。また注意点として、お金持ちっていうのはたくさんのものを買える、物欲を満たせる人、そう考えている人が多いです。でもそれは間違っています。お金で幸せを買うことはできないです。物を買えたらもちろん幸せなんですけど、物欲の幸せっていうのは長く続かないです。長く続く幸せっていうのを手に入れるべきです。おすすめの4つがあります。1つ目、成長欲を満たすことです。本を読む、動画を聞く、教育に投資をする、勉強したいっていう欲っていうのはずっと続きます。2つ目は経験欲です。チャレンジをすることです。出版したい、起業したい、転職したい、副業にチャレンジしたいなど新しい経験を積むことです。3つ目は人脈です。仲のいい友人だったり仕事仲間だったり尊敬できる人を作ることです。4つ目はエフィカシーを上げることです。自己肯定感のことです。自分の評価を上げる、自分のことを好きになる、自分に自信を持つ、価値ある人間だと思うことです。この4つを満たすことによって幸せを得ることができます。続いて、金持ちになるために一番大事なことについて解説していきます。貧乏か金持ちか、それを決定するのは収入ではないです。収入よりも大事なのは収入と使っている金額、支出の関係です。お金持ち脳になるために一番重要なのは収入を増やすことではなくて使う金額をしっかりとコントロールすることです。例えば月20万円の収入でも月使う金額が18万円の人はどんどんお金が貯まっていくため金持ち脳ということができます。一方、月の収入が1000万あっても毎月1200万使う方は使う金額の方が多いため貯金がどんどん減っていって貧乏脳になります。あなたがまずやるべきことは収入よりも使う金額を少なくするってことです。月の収入はおおよそ分かっているはずです。それよりも使う金額を少し少なめに抑えてください。そのために必要なのは自分自身のコントロールです。収入の 80% 使って 20% を貯金と投資に回すことです。これをするだけでお金持ちになることができます。残った 20% はどうすればいいか、3つの口座を必ず持ってください。使う用の口座、貯める用の口座、増やす用の口座です。一つの口座しか持ってない方はお金持ちになることはできないです。使う用の口座には月収の 1.5 ヶ月分入れてください。それ以上入れたらダメです。なぜ 1.5 ヶ月なのか、1ヶ月分にプラス緊急事態が起きた時の 0.5 ヶ月分が必要だからです。続いて、貯める用の口座には6ヶ月分入れてください。これは一般的に言われていることです。半年分の月収分があれば何があったとしても生き延びることができます。そして残りの金額に関しては増やす用の口座、証券口座にお金を入れて S&P500 などのインデックスファンドに投資をしてどんどんお金を増やしていってください。これをやるだけでずっとお金持ちになることができます。何か物を買いたい時っていうのは本当に必要なのか自問自答して本当に欲しいと思ったら買ってください。この一歩考えるだけで使う金額っていうのは圧倒的に減らすことができます。
続いて預金目標は収入の10倍っていう話をしたいと思います。あなたが毎月使う金額が収入を超えないようにした時点で貧乏脳にはなってないです。もう金持ち脳です。なぜならどんどんお金が増えていってるはずだからです。収入の 20% を貯金とか運用に回しているため、あなたのお金っていうのはずっと増えてるはずです。すごくシンプルです。収入の 80% 使うだけでどんどんお金持ちになれるってことです。お金持ちっていうのは簡単です。収入の金額ではないからです。ではどれぐらい貯金があればお金持ちになれるのか、預金目標を年収の10倍ほどに設定してください。高いって思うかもしれないですけど、10倍あれば完璧にお金持ちです。それを満たしていれば安心してください。満たしてないんであれば不安に思ってください。心理学では居心地のいいゾーンのことをコンフォートゾーンと言います。あなたがこれから金持ち脳になるためには、収入に対する質がこれくらいという短期的で狭い視野でレンジを設定するんではなくて、長期的で広い視野から預金目標を定めてください。コンフォートゾーンを定めると、それを満たしてないことでますます不安になるはずです。その不安が金を使うのを抑えてさらに稼ぎに生かせます。不安っていうのは支出にとっては抑制力となって、収入にとっては原動力となります。預金のコンフォートゾーンは10倍に設定してください。今の収入では不安というくらいでないと効果が出ないです。楽さっていうのは圧倒的な方がいいです。続いてお金持ちになる王道は天職を持つことって話をします。貧乏脳から抜け出して金持ち脳に変わるために一つ絶対に外せない要素があります。それが仕事です。あなたがどんな仕事をするのか、それによって貧乏脳のまま生きるのか金持ち脳に変わって生きるかを大きく左右します。ここで収入っていうのはそんなに関係ないです。先ほど話した通りです。仕事として絶対やってはいけないのはやりたくない仕事をすることです。やりたくない仕事をしている人は最も貧乏脳になる可能性があります。なぜならあなたが働いている理由っていうのはお金だからです。私は貧乏だと考える貧乏脳の人っていうのは、やりたくない仕事をなんでやってるんですか。それは生活のためだからです。金持ち脳に変わるために重要なのは自分が今やってる仕事のことを好きかどうかです。やりたくない仕事をしている人っていうのは仕事の外に満足を求めようとします。そのため使う金額も多くなりがちです。飲まなくちゃやっていられない、居酒屋で愚痴を言ってるサラリーマンが多いです。これこそがまさに貧乏な人のお金の使い方です。仕事に不満がある、だから居酒屋で飲みすぎてしまう、金を無駄遣いする、貧乏の悪循環にはまってしまっています。一方、やりたい仕事をしている人っていうのは仕事で精神が満たされているため、それ以外に満足を求めようとしないです。そのため一番の金儲けの方法っていうのは好きな仕事をすることです。天職を持つことです。好きなことを仕事にすることが何より確実な金持ちの近道です。働くことで心が満たされていれば、わざわざお金を費やして別の満足を得ようとは思わないはずです。金持ち脳になる一番の王道っていうのはこれです。仕事から満足を得ること、そのためには好きな仕事をすることです。最後はお金は使い方が上手な人に集まってくるっていう話をします。やりたい仕事をしている人のところに自然とお金が集まってきます。例えば証券マンは人からお金を預かって投資に使います。あなたが投資しようとしているお金を私に預けてください。上手に使ってみせます。こういうことです。これが上手であればあるほどその人のところにお金が集まってきます。その対価として手数料を得ることができます。これが証券マンの金儲けの仕組みです。飲食店では1000円分の食材を買ってあなたが調理するわけではなく、その1000円をより料理が得意な人に預けます。料理上手の人はその1000円を使って食材を集めて美味しい料理を作って提供します。これが飲食店です。もしあなたの天職は何だろうかと悩んだ時にはこう考えてください。人より自分がお金を上手に使えるものは何か、これを考えることです。これがあなたの天職になる可能性が高いです。それではまとめいきます。金持ち脳の基本は教育にあります。ユダヤ人が最も重視するのは知識教育です。教育の素晴らしさっていうのは盗まれる心配がないです。あなたが全財産を奪われても教育だけは盗まれることがないです。ユダヤ人っていうのは教育に最もお金をつぎ込みます。日本人っていうのは教育にお金を入れないです。あなたがやることは教養を身につけることです。今すぐテレビをやめて本をたくさん読んでいればお金持ちの教養っていうのを身につけることができます。お金持ち脳の基本っていうのは教育であって、教育は財産です。
注意点としては物欲だけ考えないことです。物欲っていうのは幸せがずっと続かないです。幸せがずっと続くおすすめの4つがあります。1つ目は成長欲を満たすことです。2つ目は経験欲、3つ目は人脈、4つ目は自己肯定感を上げることです。続いて金持ちになるために一番大事なことです。それは収入を増やすことではなくて、使う金額、支出をコントロールすることです。入ってきた金額の 80% 使って 20% は貯金とか投資します。これをやってる人はもうすでにお金持ちのはずです。毎月どんどん貯金が増えているはずです。あなたの銀行口座を見てください。 20% ずつ増えているのか、全く変わっていないのか。全く変わっていない方はこの基本原理ができていないだけです。これを今すぐやれば貯金っていうのは自然と毎月増えていきます。これをしっかりと理解してぜひやってみてください。続いて預金目標は収入の10倍という話をしました。ではどれぐらい貯金があれば安心するのか、お金持ちって感じることができるのか。それは金額ではないです。あなたの年収の10倍です。人によってその数字っていうのは変わってきます。年収が2000万で貯金が200万の人はお金持ちって感じないはずです。入ってきた額の 80% しか使わない、 20% 貯金している、こんな短期的なレンジで考えるんではなくて、長期的には年収の10倍を貯金する、こう考えてやってください。コンフォートゾーンを定めると、それを満たしてないことでますます不安になるはずです。その不安っていうのがお金を使うのを抑えてさらに稼ぎに行かせます。不安っていうのは支出にとっては抑制力となって、収入にとっては原動力となります。続いてお金持ちになる王道は転職を持つことです。あなたは今やってる仕事が好きなのか嫌いなのか。やりたくない仕事をしている人は貧乏能になる可能性が高いです。なぜならやりたくない仕事をしている人は仕事の外に満足を求めようとします。そのため使う金額っていうのが多くなりがちです。収入と同じぐらいの金額を使っちゃう、収入以上にも使っちゃう、リボ払いだったり借金しちゃう方が多いのはやりたくない仕事をしているからです。やりたい仕事をしている人は仕事で満足を得ているため、他に飲まなきゃやっていけないとか、他にお金を使う必要がないです。なぜなら好きなことをやってるからです。あなたがもしお金持ちになりたいんであれば、今の仕事を好きになる、または好きな仕事を常に探すことです。そしてこんな仕事をしたかった、これをしっかりと見つけることが大事です。最後はお金は使い方が上手な人に集まってくる、どんな人にお金が集まってくるのか考えることはあると思います。それはすごくシンプルです。人よりも自分がお金を上手に使える、これができればお金っていうのはどんどん集まってきます。あなたが転職に悩んでいたとしたら、自分が他の人よりもできることは何か、これを考えてみてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。